おはようございます。おはようございます。鉄筋です。はい、今日は、前半はこのメンバーでいきます。お願いします。西畑萌香プロです。よろしくお願いします。お願いします。はい、斉藤大ちゃんです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。斉藤君です。宮下です。白からいきます。白からの攻略を考えていきたいと思います。白から攻略のポイント、普段何か考えてプロプレイしてます？何も考えてないです。これが秘訣らしい。何も考えてはいけません。よろしくお願いします。します。はい、一番は余裕が出るようなレースに集中して、富士山から順目なんで、このグリーンは受けてるんですけど手前から速いです、でしっかりとした2段グリーンになってるんで、絶対奥の段には生かしたくないんで、手前から手前の、まあ、届かなくてもいいぐらいの気持ちで手前からパターで打てるんで、よし、手前ね。はい、はい、じゃあ花道で番手をちょっと上げすぎないでいきましょう。46度です。はい、いきましょう。お、いいじゃん。だいぶ手前、手前じゃん。手前よかった。ナイス手前。ナイス手前。はい、行きましょう。緩まないアプローチ来ました。早速。ウィーカーのヘリですよね。あ、でかい。めっちゃ転がる。もっと手前ってことだ。でかい。早い。早い。絶対ダメ。そう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 。悪い例です。僕はドローできないんで。じゃあもう右からです。右から。はい、ドローできないんで右からバンカー狙って。バンカーをバンカーに入れる気持ちでってください。球が捕まると。まさかの。あ、出てきた。さあ行きましょう。出てきたよね。160。はい。オッケー、オッケー、オッケー、あれだっけ、あれだっけ、全然オッケー。これ、全然残る。切れるで。気をつけ。ジングで、ちょっと届かないんですけど、火がちょっと邪魔なんで、はい、上げて打ちたいと思います。はい、ナイス。おー、高い球で。さすが。ナイス、さすがです。ありがとうございます。さすがだな、アマチュアはこれ超えないんだよ。ピンの右ですよね。ピンの右です。若干右です。おっと、緩まないアプローチ、ここだ。オッケー。危ない。危ねー。正解、ありだね。来たんじゃない？来たんじゃない？来たんじゃない？うまーい。よし。ナイスです。ナイスです。あ、早っ。この傾斜すごいっすね。あと奥に木が並んでるところの、手前側の右端のところですね。2個目のバンカーの右サイド。2個目のバンカーの右サイドです。振り遅れっすね。完全な振り遅れですね。腕の回転の遅れです。230。あ、手前か。下がっちゃった。右に。前
でも一個バーディー取るくらいで結構流れ変わるんですよ。バーディー取るまで頑張るか。耐えるしかない。耐えるしかない。耐えましょう。こっちか。どうする？うちだと8万円ぐらいで。あ、じゃあ結構。多分なんか開いて打ったりするんですけど、うん、今回グリーンの手前がすっごい、うん、バンカーとか障害物が多いんで、一旦あのバンカーの手前に刻んで次のショットにかけてもらう。とりあえず脱出しましょう、はい、ちょっと開いたら大丈夫です、はい、OK です。 OK、ダメ。ああ、右なんでした。今良かったし、ね。いいよいいよ。緩んでないですよ、うん。ちょっと開いたけどね、フェースが、うん、悪くないです。まあまあまあ。まあまあまあ。どうぞ。うまい、おお、ぴったり、おお、ぴったり、うまっ、入った、おお、すげえ、これがプロだ。宮下さん、このホールはグリーン手前が池なんですよ。で、右サイドバンカーあるじゃないですか、はい、あのバンカー入ったら終わりです。池に入っちゃう。こう見えて左めっちゃ広いんで。確かに。あれ、ちゃんと当たったね。バンカーの手前だ。ここむずいよ。ここは池が広いんですよ。これヘリに当てたら戻ってくるってことですよね。結構このコースむずいっすよ、このホール。140だと思います。なんか 上見てね、木の枝が張り出してるから、うん、でもあの枝に当てた方がいいですよね。いや、あの枝に当たると池入っちゃう。そうか。池？池、モーターですね。そこに当てちゃいけない。向いてました？向いてたね。行かないように行きたいね。あれ、お、左に行きました。あ、めっちゃ行った。ナイスです。セーフ？セーフ。6歳ぐらい。6歳？気づいたらクラブを持っていたやつですか？多分そうです。プロテストって一発ですか？あ、そうです。強い。たまたまです。ここは出すしかない、はい、出すしかない。僕もバンカーなんですけど、うん、しっかり真ん中打っていったら大丈夫です。そうですね、はい、180くらい打っていいですか、ね、はい、180ぜひ打っていいです。あ、行った。あ、ナイスさん乗った。寄ってた。おお、よかった。オッケーオッケー。あれ、パター左向いてますね。すげー、カップの左向いてますもん。足アライメントですよね、ゴルフは。まっすぐ向かないと、狙ったところに対して。ナイス。ボギーだ。オッケーオッケー、やっとボギーだ。ナイスナイス。コースライン何分の時は入ってるんですか？
じゃあ子供に。さあ、あの2つの木ですよね。はいはいはい。ですよね。で届かなくてって感じですね。いいホールだな。いいホールですよ。すごい、いった。よっしょ。完璧。狙い通りだ。狙い通りです。まあ、申し合わせたわけじゃないんですけれども、はい、8月17日リンゴルフオープン鳴沢ゴルフクラブ会場で、うまくいったら AJGA の子どもたちと一緒にラウンドをするということをやりたいと思います。もしかしたらあの2人も、あの1組に子どもたちが1人入る。で、あの子たちにはプロアマの模擬戦だと伝えて、大人の人たちと一緒に回りましょうと、はい、あの特別枠なんです。リンゴルフオープンに出たみたいな感じには、あの予選枠には入れないようにしますので、はい、安心してください。木がこの高さ上がらないんで、木と木の間下りの準備なんで、あれちょっと、そんな転がるんだ。そうなんですよ、全然わかんない。早いんです、ここは。こっちから、そこが朝霧です。すげえな、シャッチ。朝霧です。終わり口です。え、終わり、終わりです。終わった終わった。6番ホールで終了した。6番ホールで18番ラウンド編を3ホール、2ホールぐらい回してくるか。なんとか練習場で測ります。準備しておきます。まあ、見てれば分かるので、開いてるかな。フェースはなんで開くかは後で言います。そう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 、うん、腕の振りが足りないんですよね、少しね。振り遅れだと思いますけど、まあ、あとで。バンカーですね。階段出しとか、ね、曲がるからやだ。じゃあもうやめろ。じゃあもういい、知らんない。アドバイスあります？今年プロテストを受ける子たちに。あ、でもプロテストの試合の前から、うん、もうやっぱ準備が一番大事なの、何事も。日々の練習、ちゃんと練習、自分と向き合って、うん、なんか生活していくみたいなところが結構プレーにこう影響するんです。すごい当日に向けてできる準備をしっかりやる。はい、それしかないかなと思うんですけど。最後神頼みもしたんですよね。そう、一応運にも見放されたくないんで。コンディションとかもプロテストは結構1ヶ月とかあるんで、まあ、整えやすいっちゃ整えやすいんですよね。ツアーみたいに毎週あるわけじゃなくて、うん、こう1ヶ月1ヶ月で区切られてるんで、うんうん、やっぱ調子とかはやっぱりこう合わせていきやすいのかなっていう。自分であるので、そういうのも全部含めた準備みたいなのがすごい大事かなと思います。それはもう1年以上前から準備してたってことですか？そうです。もう2年前ぐらいですかね、私は。はい。なんか受験生みたいですね。まあ、テストですかね。受験みたいなもんですね。なんかドライバーじゃない方がいい。あ、ほんまに？はい。私スプーンでちょっと。それからちょうどお前の持ち玉ドローでお前。うん、やめてください。やめてください。プロだもんね。こういった持ち玉ドローで、あのドライバーだったらお前完璧だったのに。違います。今日
プロになって、はい、最初の試合はどうでしたか。そう、ステップアップだったんです。はい、2位、初日1位、2日目1位、最初に負けちゃって2位だったんですけど、はい、でも悔しい試合になっちゃう、苦い思い出ですね。もう全然緊張とかもしないで。そうです、基本的に私あんまり緊張とかしないタイプで、プロテストの時とかもそんなに思いのほか。でも本当コンディションが大事で、その時に上がる上がらないわ。そうです、だからちょっと準備してたら、うん、まあ、多少はやっぱり緊張すると思うんですけど、うん、まあ、最後は信じて打てるのかなみたいなことになって、難しいのが毎週試合があるんで、やっぱり毎週毎週ベストコンディションでなんか迎えるっていうのは、まあ、正直無理なんですよ。常人じゃないですよね。はい、それはちょっと厳しいから、うん、そういうところの調整がプロはちょっと難しくて、なんかコツはつかめてきましたか、その中でも。だいぶもう3年目なんで、はい、頑張りたいです。7番アイアンで刻みます。1日目終わった後に食べるものは決まってたりするんですか。全然決まってないです。多分トーナメント中あんま食事に全然興味なくて、どっちか言ったら 寝たいなってタイプなんで、だから食べに行かないです。基本的にスーパーでも買っちゃってホテルで食べてもそのまま8時とかに。止めた。ナイス。止めた。ちょっとでかいです。何で移動してるんですか。基本車です。自分の車ですか。あ、はい、ジャガーの私アンバサダーを、はい、かっこいい、使わせていただいて。かっこいい、かっこいい。だから自分のその FPS に乗ってるんですけど、はい、で、あ、でっかいやつ、はい、移動します。頭すごいお気に入りで。もう車乗るだけですごいテンション上がる。そこ違う。嬉しくて。食べ物の話と全然違う。ありがとうございました。ありがとうございました。